部活中に目が合うなんて思ってたんだ。青空と太陽が僕たちを見ている。強い日差し照りつける、校庭走る君を見つけ、気づいてくれ神様に願うだけ。見てるだけで十分と思っていたなのに、なぜか期待してる8月の片思い。ハッピー水の実までハッピー鉢合わせてハッピー。戸惑う僕を見て笑う攻略法、どこにも登ってない。部活中に目が合うなんて思ってたんだ。神様のプレゼント、突然のときめき、滲んだこの汗、暑さのせいにしよう。君への返事、頭駆け巡る奇跡始まる。君の話聞くべきか、自分のこと話すべきか、セミの声がいつもより響いてる。チャンスなんて流れ星、気づいたらあそこにはない。わかっている、だからこそ進めない。 Oh no、 戻らなくちゃ。 Oh no、 何も言えず。 Oh no、 君の小さくなる背中見つめてた。引き止められ目を閉じると君の笑顔浮かんでくるよ。友達のアドバイス聞く余裕もなくて、あの時気持ちをはっきり伝えてたら、もう一度話したい。22時半の切ないでした。にゃー、悔しい。またテンパっちゃったよ。目的地もないままにだよね。いやー、悔しい。
あのさ、落ちサビというかさ、Dメロ、僕はいてもだってもいられずに暗い道を自転車でただ走るのさ、マイカさんからの渚さんの流れがめっちゃ好き。